えーと渡部さんが復活したんですがどう思いますかそう渡部さんねアンジャッシュの渡部さんが、えー、と最近、まあ、テレビ番組かなんかでねアンジャッシュとして正式に復活しましたでもこれ僕ツイッターに書いて、まあ、ニュースにもあったんですけどで僕ね渡部さんのことは、まあ、応援してます前提として応援してるんですけど渡部さんが復活するにはそれこそ YouTube を立ち上げてで例えば全国の多目的トイレに掃除に行ったりするような動画を撮ったらした方が僕は本当にいいと思うんですこれ別に冗談とか煽ってるわけじゃなくてリアルにいいと思ってて僕が渡部さんだったら全国 のの多目的トイレに次回の念を込めで掃除しながら自分のビジョンとか反省点とかを語って話をみんなに聞いてもらってこうなイメージを上書きしないとずっと言われると思うんですよねずっとこの先テレビに出てもあの多目的トイレの人だって言われるんですよだから多目的トイレを掃除して歩いた人だってイメージを上書きしないとずっとつきまっとってくるんですよそういうイメージってだから僕はマジでイメージを上書きした方がいいと思ってるしそれぐらい過去の失敗も武器にしてネタにするぐらいじゃないと多分復活って本当にできないと思います ななのでこれギャグとかじゃなくてリアルに僕だったらそうしますね僕も一回ねいろいろあったけど、まあ、見事に復活したのがよくわかんないですけど今こうやって元気にやってるのはいろ、まあ、んなことをやって、まああいうふうにん、まあ、だろうな僕の場合は本当にいろんな思いがありますけどああいうふうについてしまった悪いイメージを少しずつ変えていったっていうのはやっぱあると思うんで渡部さんもそういうふうにした方がいいと思いますで渡部さん自体はですね僕実はですね4年前ぐらいかなあったことがあって、まあ、某ねある音楽イベントでねあったんですまあ音楽フェイスの VIP のところであって僕 YouTube とかやる前でテレビに ちょろっと出てたぐらいなんで別にそんなに大した知名度もなかったし、まあ、渡部さんって当時やっぱすごく売れてて勢いがある人だったんでイケイケだったじゃないですかあだからああ渡部さんいるんだなと思って見てたらその後ね渡部さんがねこっちに来てですね何を思ったのか分かんないんですけど丁寧にねあの挨拶してくれたんですよ「はじめまして渡部です」みたいな「でなんかいつも見てます」みたいなこと言ってくれて、まあ、多分見てもらうほどそんな出てなかったんであれなんですけどえすごい丁寧に挨拶してくれたんで、まあ、僕それしか接点はないんですけど、まあ、ああいう事件があったからね世間ではどう思われてるか分かんないですけどめちゃくちゃなんかいい人 そうなんだなっていう印象があります。これはもうあった？僕のな主観なんでわかんないですけど、いい人だったなってイメージなんで僕はリアルに復活してほしいなと思ってます。はいまあ、いい人だったから復活してほしいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、やっぱりそのテーマとして一回失敗した人。でも日本って復活できるようになってほしいんですよ。みんななんか一回失敗したら叩かれて死んでいくじゃないですか？そういう社会って俺本当に嫌だなと思っててだって。明日は我が身ですよ。みんないつ失敗するかわかんないですよ。何があるかわかんないんで、僕はね。まあ、渡部さんやったことは悪いことかもしんないし。まあ、僕は評価する立場じゃないしまあ、いいんですけど、こうネタに変えて、ね。 復活して欲してててほいなっっ心から思ってます、はい、もしね僕の YouTube とかで良ければなんかできることあったら僕が協力してもいいなと思ってるしそれは渡部さんだけじゃなくて一回失敗した人全員にリアルに思ってます心から思ってるんで、まあ、もし失敗したけど、まあ、反省してやり直したいってい人がいたらある程度ねそれなりにみんな知ってる人だったら僕は全然手を差し伸べるんで言ってほしいなと思いますはい、まあ、そういう気持ちでねそれこそあの <laughs> ヘイズマンをね、えー、やったらまあなったんですけどねはい 明日はヘズマだと思ってるよ。そういうのよくわかな、まあ、でも多目的トイレでねそういうことをするのはよくないって言うけどよ、まあ、くないんですよよくないしまあ僕は別にその多目的トイレでそんなことをしたいとは思わないけどまあでもなんかみんなそういうのさあるじゃんないないですかまあなんか例えばその高校生の時にさなんか外でとかないですかなんかそういうのあるですよね僕はあったしまあ別にそんな騒ぐほどのことでもまああるねうん多目的トイレはちょっと行き過ぎてるけどまあ うん、まあ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 迷、まあま、いをしとしましょうまあなんで皆さん一つ言いたいのはあの水に流しましょうはい水に流そうということですねはいトイレと一緒ですはいということですねはい、うん、結婚してるのにねまあそうだよねはい確かに僕結婚してないんで分かんなかったですいませんはい <laughs>